今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は22,387人でした。月曜日としては先週の12,696人を上回り過去最多です。今日時点の重症者用の病床使用率は昨日から1ポイント上がって19.8％。全体の病床使用率は0.7ポイント上がって48％です。 都の担当者は土曜日と日曜日は休日にもかかわらず3万人近い感染者が確認されていて感染の急激な拡大が継続しているとの認識を示しました都は現時点で行動制限は設けないとした上で重症化を予防するワクチン接種の促進を急いでいます28日と29日には多くの企業が集まる新橋駅の SL 広場前に臨時の接種会場を設け 予約なしの3回目のワクチン接種を行う予定です。